みやびくんサムネイルで、サムネイル規制ならんかな。うん、おもろかったわ。あ、攻めてる。あ、ありがとうございます。よ、お疲れ様です。疲れた。いや、もうあんま長いことおるつもりなかったからな。うん、あ、お疲れ様です。何してた。いや、みやびくんがあの何不破配信者全員に移りに行くっていうテロしてて、もう笑ったわ。あ、お疲れ様でした。ハイパワー出した。オッケー。おー、バリおもろい。おー、あ、ミイラさんとか思ったな。おー、あー、疲れた。あ、行くか、そろそろ。うん、アイコ、アイコ払われへんねんて。あ、今お金ないねんて。後日振り込むらしい。そして皆さん、なんと、なんと、なんと、オリジナルシャンパン買ってきました。うん、もう持ち帰り。いや、1万円って聞いてたのに1万5千円やってんけど、いける、うん、1万5千円やったね。いやでもな、こっちが映ってるからな、最悪10日交換でいけそう。まあこれ欲しい人出てくるんちゃう、うん、売れば、いやー、まあとりあえず欲しいっていう人出てくるまでは家に飾っとこう。うん、あ、サムネ規制けえへん。嘘でしょ。思いっきりみやびくん映ってんのに。嘘やろ。けえへん。うん。A 版社サムネイルだけやったら大丈夫説あるな。さっき撮ったやつやけどな。うん、まあ、どうなんやろ。いや、もうそろそろ履けようかなと思ってるけどな。スヌーピーやばい。あ、これ。これか。ああ、そういうことな。あ、お、エヴァ、エヴァ、エヴァの人やで。うん、あー、 C 問題か。お前な、スヌーピーやな、これな。お前な、著作権やばいんちゃう、これ。これを1万5000円で販売している以上、うん、これまた炎上しそうやな。うん、あ、エヴァン社だらけ、アイコもおるし、みやびくんもおるし。ジョリーズ全然けえへんやん。あの、タクマとか、コヨくんとか、レイくんとか、あの辺全然けえへんやん。ヨンキさん来てない。あ、いえいえ、ありがとうございます、ナジオンゴ。どっちにしてももう座られへんけどな、店。あ、向かってんの。サムネされてみやびくん。うん。いや、いや、なんか、どうなんのかなと思って。サムネ規制かかんのかなと思って。あいこ金払ってない。言うたけど、ないねんって。きつう言うたけど。あ、せやな。もう座るとこないな。うん。もう、俺、履けても良さそうやけどな。あ、ごめん、3人か。いや、俺何も食ってない。もうコーラ飲んだだけ。え、だから。みやびくんチャレンジ。で、ひでままの写真も撮ってきたし、もうやることないけどな、こうっても。まあ、事件待ちしとく。もうせっかくやし、車まで行って。でもこれ重いからさ、車もらいたい。うん、そうするか。荷物だけちょっと置きに行ってきていい？いや、まちゃんとこ今日はいかん。うん、今日はいかん。
あ、そうそう、ヒデママの食べ物結構まだあんで、うん、食べれんで、荷物さっき置きに行くわ。小町もおんで、おるおる。めっちゃおもろかったわ。いや、しげさんおらんかった。おらん。あ、むげんくんの、いや、揉めへんやろ。一回、シャンパンだけ置きに行くわ。重すぎるわ、これ持っとく。割れたら嫌やし。大阪、まああと3日ぐらいはおるよな。うん、3日ぐらいはおる。寒い。まだあれなんかな、誰か落とされてる人おらんかな、みやびくんで。うん、若すネタ、まあ別にないな。ヒデ兄の枠とかでもみやびくんずっと映ってたからだ、食いたわ。うん、あ、宮部くん、ええ番。明日タンクトップ行く。うん、行く。うまい子はさやな、TikTok ずっとつけてんな。でも今度 TikTok つけたらタバコ吸われへんしな。タバコ吸ってる人映ってもあかんしも。あ、せやな。転送さん知らん。全く知らん。とりあえず荷物置きに行こう。ハブ、恐ろしい店内やで。あ、おつむら、おつむら、うん、店内マジでテロ。あ、タバコもあかん。タバコの箱映るだけでも警告来る。あ、規制かかった、規制かかった。あー、やっぱみやびくんチャレンジ7分で失敗です。7分で規制です。チャレンジ7分で失敗です。記録7分です。次愛子さんチャレンジしようか。次愛子チャレンジでいくか。いや、サムネ規制だけやから、あれちゃう、大丈夫ちゃう、バンなるかな、やめとく。次アイコチャレンジ。よー、どうやねやろうな。うん、な、何であれしてんのかな。一回本庄戻すか。いや、に、あのシャンパン重いから置きに行く。うん、へえ、寒い。うん、ちょ、荷物置こう。お、え、来てないよ、一人やで。一人に来る。うわー、レンカちゃん、パオー、50個。あなたがアルバイト席を掘り当たら、そこしかメンバー、僕の名前の芝生、まだ、おー、お金持ち、お金持ち。いや、サムネ規制やで、サムネ規制。うん、入ったわ。やっぱ A 番車はあかんな。サムネでもあかんな。OK、レンカちゃん、うまいよ。ナイスアプローチ。サムネ規制。ちゃんとサムネ規制。7分は耐えたな。って考えたら、他の配信者のふわっちの人、みんなみやびくん映ってたから落とされるかもな。え、サムネ規制、いや今回だけ。他の配信者の人みんな多分落とされるわ。ヒデ兄の枠とか絶対やばいわ。よし、シャンパンはゲトったから、シャンパン持って、よし、さあのんびりしとこ。なんか事件起こったら言ってや。事件起こったら行くから、もうそれまで休憩も。店内疲れた、人多すぎて人酔いしたわ。どれ汗、ちょっと待ってや。汗な、駒井くんやってんな中でな。
よいしょ。よし。ああ、うん、サムネ規制かかったわ。ああ、いや、落とされただけやったら大丈夫やと思う。あの、あれなったらやばいかも。で、ひでままのステッカーももらってきました、これ。ああ、これも。よし。え、いや、休憩。もう人多すぎて疲れた。先月配信始めたばっかの人がなんで雅にいる教えてやまだ。いや、知らん。何しに来てんの？ひでままの友達なの？いや、知らん、それは。もう誰が誰か分からへん言うたら、あの、リスナーさんとかもおるから。うん、え、えちゃん客やねんから。人酔いするわ、人多すぎて。あ、お疲れ様です。小前くんの横。あ、小町くんじゃなくて。あ、あれ、先月始めたての人とかなんや。あ、サムネ規制されたよ。そら、あれやん。あの、何みやびくんやったからな。あ、小前おるよ。TikTok やってるわ、中で。よし。え、行ったよ、もう。行ってきた。うん、ももくんが。せやな。なんか俺、めっちゃ嫌なイメージ持たれててんな、多分な、ももくん。ももくん、でも仲良くなれたよね、結構。うん、よかった。で、みやびさんとも絡めたし。うん。うん。映画の人、まあ分かってると思う、多分。ナナヤンは何してんのかな？裏方かな？わからん。なんでサブで規制なってんの？え、みやびくん。うん。みやびくん。みやびくんが嫌がる俺をサムネで使えって言っていじめてきて、うん。んで、うん。サムネで、俺をサムネでつけろじゃないとお前指詰めるぞぐらい言われたから、うん、怖くて、うん。そう、うん、だから悪いの全部みやびくん、で俺でチャレンジしろとか言い出したから、うん、そうやで、ほんと悪い人やで。え、俺参加したで、もうで一回はけてきて休憩してる。あ、飲んでない飲んでない、俺コーラだけ。うん、よ、帰宅せえへんよ、まだしないよ。あ、うん、サムネ規制。あ、自分でも見てみようか、どうなってんのか。うん、みやびくんに脅されて、うん、そう、なあ、別端末からサムネ変えれるん、嘘やろ。ほんまに一回見てみよう、どんなサムネになってるん。あ、ほんまや、ほんまや、これなってるわ。緊急別端からできんねや、お前や。え、みやびくん、いや、ボコられるわ。ああ。お前や。みやび、緊急みやびくんチャレンジ、こうなってるわ。ああ。サムネ版、え、みやびくんが、なんか無理やり俺を使えって言って脅されて、うん、で、しぶしぶみやびくんのサムネイルで配信つけさせられて、うん、ほんと。ひどいよ、ほんと。ん？いや、ちょっと休憩してから戻るわ。疲れた、もう。人多すぎてしんどい、もう。運営さん、あれ、自分から進んでそういうことしたんじゃなくて、みやびくんに脅されて、うん、お前分かってんなって、うん、すごい脅されて、ほんで無理やりさせられただけなんで。レイくんとこでみやびくんがフワチャレンジと勘違いしてるで、みんな。え、どういうこと、どういうこと、どういうこと。どういうこと？え、グミちゃん知ってるよ、当たり前よ。7やん、どこにも映ってない。機長来てないな。機長来んのかな。機長のとこからそんな遠ないやろ、多分。町だやろ。え、リョピ君が誰か分からへん。リョピ君って誰？うん、あ、機
チョはけえへんねや。俺でな、秀兄さんにちょっと話してさ、あの何お墓の位置教えてもらったからさ、もう勝手に行くわ。うん、場所教えてもらった。え、短期ちゃうやろ、陽気やろ。うん、あ、探さんでいいよ俺のこと。うん、探さなくていいよ。あ、サムネはみやびくんに潰されました。みやびくんに脅されて。うん、なんなんほんまな。はい、パワーザスオッケーよ。あ、ここは現場実況対策本部です言うたら、はい、みやびくんの、みやびっていうお店で、みやびくんが今不和配信者の放送を落とすべく、あの全員に移り込んでいくというチャレンジが始まっております。現場からは以上です。あ、ありがとう、パオアザスオッケーよ。うん、うん、はい、みやびのみやびで、うん、かなり危ない状況ですね。だから不和配信者の人は、何を、タイトルも規制になった。タイトルも、タイトルまで行った、マジで。そうでしょ、タイトルも規制になったか。いや、タイトルはなってないな。タイトルはまだ生きてるわ。うん、タイトルはギリセーフよ、中村。うん、やばいで。現場では、みやびくんが悪乗りを始めて、不和配信者全員を落とさせるって言って、うん、不和配信者の枠にバンバン移り込んでいって、うん、今、みやびくんが映ったとされている枠が、わたきん、で、なんとかくん、で、ひでに、3人の枠には確実に映り込んでます。はい。大事ですね。あ、デコルテ姉さん気ぃつけてくださいね。あ、ムーちゃんが落とされたのはみやびくんです。はい、もう一人キル取られてます。はい、皆さん気ぃつけてくださいね。危ないですよ。いや、ガチだよ、危ないよ、ここ。うん、事件よ。それと、並行して愛子さんが飲食代未払い事件も起こってます。はい、で、俺もみやびくんに脅迫されて、お前、俺のサムネで配信つけろって、うん、お前つけへんかったら分かってんなって言って、あの、拳で脅されたんで、やったら、サムネ規制です。怖いね。うん、怖いね。うん、俺もサムネ規制です、今。はい。怖いね。怖いね、本当にもう。で、みやびくんサムネチャレンジ記録7分です。はい。うん、いや、持ってないね。うん、ただ飲食するだけの回やな。うん、こっから展開来ますよ。四季さんはまだ登場されてないです。はい。うん、まあ一応俺写真撮ってきたけどな。俺じゃん、うん、入れたよ。うん、で、あともう一つ事件起こってます。なんとこのオリジナルシャンパン、スヌーピーが映っていることから、著作権法違反なんじゃないかって言って、界隈で今物議を醸しております。はい、これが1万5000円で販売されているので、やばいねー、著作権法違反。あー怖いねー。ちなみに僕はこれを1万5000円で購入いたしました。はい。で、あの、僕これ、あの、正直、藤沢奈々さん映っているから、あの、転売しようと思ったけど、もう無理です。はい。これを、あの、転売目的で購入してきたけど、正直、転売できません。アレンカちゃんパオーあなたがアルバイトしてきほれやったら、そっかしゃくめば、僕の名前の師匠がじゃあ、お金持ち、お金持ち、お金持ち、うまい、レンカちゃん。
もう転売できません。どうすればいいんですか。どうすればいいんですか。僕は家で飾っておきます。レンカちゃんありがとう。いいよ。そうそやで。著作権法違反になるそうです。言うたらスヌーピーは親がうるさいらしいです。はい。いや違うのよ。ひでママ一人が写ってるやつはあの供養のためと思って家に飾って手合わせたら思ってたけど、藤沢奈々が写ってることによってあの俺の何下心が爆発してしまって、よしこれ1万5000円で買って2万で売るぞと思って、即購入。でも後々蓋開けたらさ、そうスヌーピー写ってるから無理です。あー怖いねー。困ったねー。余計な買い物してもうたぜマジで。どうするかな。え、酒販売していいんじゃない。あんのダメな。もうどっちにしても転売できひんもん。もう無理や。どっちにしても無理です。はい。スヌーピー映ってるんで。いやー無理やな。だって誰が見たってスヌーピーやもん。無理やろ。スヌーピー隠せばいける。嘘でしょ。とりあえず家に飾っとこう。ほとぼり冷めてからや。中身捨ててから。いや開いてんだよこれ。持って帰っていいって言われたもん、お金払って。開いてないで。何置いてんの。あかんって言われてないって。いいって言ったって。僕持って帰りたいですって言ったら、いいよ持って帰る用の袋もあるからって。ダメなの。あのチン中身捨てな売られへんって言ってた。バーリン蓋開けなくちゃ。今流す中身どっかで。持って帰ってもいいって言ってた。何があかんの。なあ。いや愛子金ないって言ってた。飲まへんよ。開けへんよこんなもん。開けるかよ。店によって違うの。まあ都道府県によってもな、その辺の法律なんか若干ちゃうような気するけどな。未開封だと主販売免許必要。そんなんあんねや。サムネはみやびくんに潰された。まだ外におるよ。外にいてるもん。疲れた。そうだ、結構めんどくさいねんな。知らんかったわ。まあ、目的は、何ひでママのお墓の住所兄さんから直接聞くことだけやったからさ。いや疲れる。もう人の声がうるさくてもう。あデコネやばいと思ってキャス行った。正解です。正解。みやびくんのあのガチの悪ノリがなあ、あのお酒を増すごとにもっとデッドヒートしてくるんで。でこね正解。はい。もうみやびくんのあの不破配信者を落としたいというあの並々ならぬ動きは、もうまあまあ危ないよね。いやーあの黒光は大したもんよ。めちゃくちゃ悪い顔してたで。めちゃくちゃおもろかったわ。もう横で腹筋崩壊しそうになったわ。いやおもろいね。直で見たらやっぱおもろいよね。姉さんって誰。デコね知らん。どこでやってんの。あキャスな、TikTok ちゃうんや。疲れ。さあ今日は新宿まで行くか。新宿っていうか新宿からそんなに遠くないところまで行くか。相変わらず自分過疎で悩んでる。はいパオアザソッケー M ちゃん。ほんとね。チュ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 オッケーよ。いやだから M ちゃんは気にせんとあの豚か象を5個ずつ生垢で投げ続けたら絶対あの閲覧増える。
うん、豚か象をな5個ずつ投げていくね。もうポン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 って、ほんじゃもうどんどんフォロワー増やせるから、うん、それでいく、うんうん、あ、ももくんももうだいぶ喋ったで、うん、だいぶ喋った。ふわ戻ります、ふわ戻ります。あ、うん、サムネ規制、うん、あのみやびくんが無理やり俺のサムネイルに映り込んできて、うん、いや、四季さんとかほんまに来んの、うん、なんか来なさそう、四季さんとか。もうだってあれやろ、あと1時間半ぐらいで終わんのやろ。うん、山田イルカ探してた、誰が誰が、俺もう車の中へ、うん、もういいやろ、顔出したし、うん、みんなとも喋ったし、でプラスシャンパンも入れたし、いいやろ。ああ、そういうことか。いや、そやな、みやびくんとかあいこさんとかな、あとまだそれにしきさんまで来んねやろ、言うたら出番者多いじゃん、危ないわ。ああ、今日一日疲れた。今日もだってあれやもんな、言うてお昼とかからやもんな、ずっとな。あいこさんまだおるよ、もう多分最後までおるやろ、あの人、うん、おるおる。しかも愛子さんもまあまあノリノリやったもんな。今日東京、そこに天狗は投入しないですね、はい、お帰りなさい。まあ事件起こったら戻るけどな、うん。レイ君は愛子映った、ほらな、そんなんあるやろ、うん、やろ、アイコ50ぐらいじゃん、55ぐらいじゃん、何歳ならあの人。せやな、ほんで店内電波あんま良くないからな、みんな電波あるやろ、そんなことない、手前以外はなんか電波めっちゃ悪いからさ。今電波入ってる向こう、うん、電波も悪いねんな、あんまり良くないねんな、うん、どんななってんねやろな。ヒデ兄が映ってる、うん、でヒデ兄の枠でヒデ兄が映ってる。あ、デコネ登場やん、デコネ、あのミカで来てるやん、ああすごいな。あ、みやびくんの車ナンバー極道なんや、いいぽいよな。ちょっとちょっと休憩したら戻るか、うん、戻るか、ちょっと休憩したら戻るか。ひーちゃんもキャス切った、え、ひどんなさんももう来てるん、シャンパン置きに来たし戻るか、行こうか、行こうか、行こうか、行きますか。まあもうお金も払ってるし、別に何も持っていかなあかんもん、タバコ一仕事しますか。アイコは大丈夫やろ、うん、よし、よし行こうか、タクマとかもおるし、ああ、行こうか、チャレンジ極度はせえへんわ、ああ、よし、よいしょ、うん、サムネ規制、まあ別段あるから別に帰れんねんけどな、ああ、さあ
みやびくんの悪ノリにどこまでついていけるか。チャレンジだぜ。あれ携帯1台ない？なんで？あ、そやない。あれ携帯、あ、え、携帯どっか行った。え、なんで？え、店内に携帯落としてきた俺。え、あーあーあああ、ちょ待って、やばい。え、ちょ待って、携帯ない。え、あ、あったわ。うん、じゃあごめん、あったわ、ごめん、すいません、ありました、ごめんなさい。さっきももくんの横、あったあった、うん、びっくりした。よっしゃ、じゃあ行くか。うん、あったわ、ないかな思ったけど、あったわ。で、あれやな、俺こよくんになんかこれ返したらなあかんねんな。よし、行くぜ。あ、行くぜ、行くぜ。よし、お前秀ママと絡みないじゃんって言ってる人、マジで配信全然見えへん人やねんな。やばいやん。255、お前何も知らんやん。にわかすぎて話ならんわ言うたら、アホなの、マジで。お前の方がないやろ、なんやったら、その言い草やったら。アホなの、知ったかすんなよ。お前配信見えへん人か。ないわけないやろ。ないのにいかんやろ、ね、ないのに呼ばれへんやろ。アホなの、初めて見たわ、そんなコメント。あれかな、今日昨日配信、ワンワンもええ番や、ワンワンもええ番や。にわか多すぎやな、ワンワンもええ番じゃん。うわらら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 。声気ぃつけなあかんな。ちょっと待って、これ明るすぎるからこうなってんのか。もうにわかすぎてコメント出てこられへんくなったんじゃん。カチューシャ、いや俺そんなんせえへん別に。そんなんせえへん。まあしゃあないな、うん、暗いからしゃあないわ。あ、そうそう、養分の、あ、そうか、広角外していくか。そうしよう、怖いわ。よし、あの頃はよ。
本当にうんこみたいなものしか食ってなかったのによ、うん、今うんこ食いで稼いでスライディングが絶対いいもん食ってない。それはない、それはない。食ってんだろ、ほんとに。マナミと一緒に食ってんだろ。食ってんだぞお前。食ってない。ハルカルカにいじられてるとこ見てたからな。マナミがトイレに行ってえいないとか言ってたのにできてたろ。お前のうんこ食うぞ俺ずっと。なんであいつは隠すんだと。まあそれ言ったとこでお前ブスやな。いやマジでお前に言われたけど、マジでお前に言われたけど。通ります。山田くんの最初の過去みんな知ってますか。知ってますか。ジョリジョリしてこの人は最初奈々ちゃんとコラボしてるときに必死でマスクでずっと隠してたんですよ。なんかマスクしてたらイケメンだと勘違いしてるのかもしれないですけど、必死でマスクでこうやって隠して、あかんねんあかんねんあかんねん、ずっと隠してました。この人僕知ってます。でもそんだけ言ってもお前ブスやろ。いやブスじゃないだろ絶対に。どう考えても無加工だろ。無加工無加工でこれだぞ。アイコがちょっと怖い。ブスじゃねえだろそんなの。アイコはちょっと映すの怖い。ブスやで。いやかっこいいだ。どう考えてもイケメンだろ。いやブスやけどな。目がいかれてるよもうそれ。おやおやおや結構ブスやけどな。いやだいぶイケメンだろ。だいぶイケメンな方だ。おやおやそこ受け取った受け取った。ありがとう。はいいや違うよ違うよ。今のもワンワン違うよ。全員違うよ。後ろ姿で分からんやろがいや。今ので分からんやろ。はい。奥さんは大丈夫。奥さんは大丈夫。はい。ただ広角入れたらあかんわ。全方向に。違うから後ろ姿で分からんから無加工です。
1万5千本当に俺勝ったよ、これ1万5千おー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 おお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 まあこういう感じはね。ヒデママ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 あ、違うか、違うか、違うか、ごめんなさい、ごめんなさい、あ、すいません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 、あ、ごめんなさい、すいません、すいません、あ、すいません、すいません、ごめんなさい、ごめんなさい、すいません、いや、大丈夫、大丈夫よ、許すわ、すみません、はいよ、ふみちゃん、超えたよな、超えた、うん、超えた、超えた、10キロ以上太ったなあ、儲かってんねやろ、儲かってない、儲かってんねやろ、いや、夜配信してるから、夜食べると太らない、一緒理由をほんまに一緒、うん、わかるわそれ。そう、そうそう。ナナちゃん。今の声誰や？今のナナちゃんの声誰や？ナナちゃん。わざとや、わざとや、わざとや、わざとやってる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 。筋トレしてない今は。なんでそんな血圧が低いか。ああ歩いてるからちゃうから。無駄に。ここ安全やんな。なあ、ここ行けたら安全やな。あ、あ、はい。イケメン。あ、見てました。え、なんていう名前なんですか。ユピサメ。ユピサメ。あ、ヒデママとはなんか馴染みで。あ、なんか読めて。なんとかさん。ユピさん。ユピさん。ユピ。エマジのサメなんですか。うわ、シェーヌダンクルしてる。これマルジェラキのやつ。あ、多分結構古め、5年ぐらいじゃん。あ、マルジェラキなんじゃないな。うわ、はい、これはあ、これは違うです、あの普通のやつです。普通のやつ、はい、これはこれはシェルダンクルです。シェルダンクル、はい、か、買ったけどな。おお、買ったけどな。かっこいい。ブックルセリエ、かっこいいっすね。うん、か、買ったけどな。めちゃくちゃすごい、うん、か、か、買ったけどな。買ったけど、うん、買ってるけどな。すごい、うん、全然。あー、たぶんたぶんた聞いてちょっとさ、あのね、りょぴちゃんはチンチン触らせてくんないね。山田さんはさ、すぐ触らせてくるんですよ。ほらね、いいよ触っても別に。ほら、それが配信者よね。あ、そうよ、当たり前じゃん。この人ずっとチンチン触ってくる。ずっとチンチン触ってくる。たぬきち、たぬこさん、チン、もう、もうず、あ、ずっとチンチン触ってる、ずっと触ってる。っていうかもう、もう、そうそう、もう、はい、しゃぶるかもしれない。あ、しゃぶるのはダメ、しゃぶるのはダメ、しゃぶるのはダメよ。私、TikTok ライブの宮部君です。ありがとうございました。あいつアホや、あいつアホやろ。うん、あいつアホやろ。ほらな、やりだしたやろ。あいつアホやろ。落とされんで、中の人みんな。うん、あいつアホやろ。な、あいつアホやろ、ちゃんと。ちょ、もう10分するまで待つわ。危なかったな。聞こえるとこやったな。うん、な、あいつちゃんとアホやろ。始まりよったわ。うん、みやびまや始まったわ。ハハハハハ。
いや、聞こえてないです。聞こえてないです。やりだしたやろ。ああ、テロ始まったか、出てきた。ね、うん、ちょっと危ないね。ねえ、あいつちゃんとアホでしょ。あ、いいよいいよ、座って座って。うん、隣座って。うん。なあ、あいつちゃんとアホやろ。ハト飛んでたやろ、姉さんとこ、みやびくん、やりまくってるって。なんて？いや、だから、あの、不破配信者の人みんな落とさせるのがあの人の目的やから。嘘でしょ？あ、マジマジマジ。本当に？うん。やだ。うん。うわ。ほら、もう、外まで聞こえてくるぐらいうるさい。あ、わざとやってる。わざとやってる。完全にわざと。聞くんだけど。うん。普通に聞くんですけど。気ぃつけだもん、あいつにマイク持たしたらあかんわ。うん。他にフワッチで配信してる人いるのかな。あ、おる、みんなおる。あ、いる。おるおるおる。全員ミュートになったわ。あ、そうなんだ。うん。ひどんなさんとかも？ひどんなさんはもう、最初からキャスできてる。あ、キャスなんだ。うん、危ないから。うん。今度宮部くんの TikTok にタバコ移りに行こうか。誰でやる2人で。タバコ移りに行こうか。宮部くんもう何回も警告来てたからな。あ、そうなんだ。あ、せやで。宮部くんは宮部くんで来てる。TikTok も大変だよね。で、タバコがダメだからね。そうやね。そんなに移り込んで。他人が吸っててもダメなの？うん。あ、他人が吸っててもあかん。じゃあ、しかもこれ移るだけであかん。箱移るだけでもあかん。そうなんだ。タバコ置きに行こうか。今日私マルボロかなんか憑依してくればよかった。あー、いいかも、ほんまや、マルボロ憑依すればよかった。え、もう店内のその何荒くれ者終わった。バイク取り上げなあかんわ、ほんま。終わった。あ、終わった。あんた行けるか、帰れるか。え、どうしたの。あ、ここで撃った。ここでやられた。これ痛いわ。ここで痛いわ。痛い。あらら、うん、パリッといったな、うんうん、大丈夫、うん、ひでにがっつりアイコ映してる。もうみんなアホやな、うん、なんかさ、嘘なのかな、うん、クワッツの運営に一応言ってるから、うん、なんか軽く映るぐらいなら大丈夫みたいな。でも、俺みやびくんとサムネ撮って配信つけたら規制になったで。サムネはダメでしょ、さすがに。チャレンジャーおお、全然サムネ規制になってんだよ。チャレンジャーすぎるでしょ、それは。絶対ダメでしょ。みやびくん、ええ場やろ。え、ひどんなさん、座らんの？あ、待ってんの？まだ終わってないんや。全然ビビらへん。攻めるよ。あ、サムネイルだけ。みやびくんがサムネイル映り込んできた。頑張ってみなさい、ね、うん、ありがとうございます。あの自主制作映画呼んで映画で、ね、出たいから慣れてるから嫌です。ほんまにあかんの。ほんまに出たい。ガチでガチで呼んでほしい。あの考えたらお願いします。本当にお願いします。それはまだ愛子ちゃんだ。危ねえ。何がスキちゃん来てんの？どこにおんの？どこにおんの？どこにおんのスキちゃん？なんかでもあやこちゃんどこにおんの？なんか僕ちょっと面白い企画寝れたらちょっと連絡してるわ。ワンワンは見つけた。はい、よろしくお願いします。いや、でも至る所におるから。油断してたらアイコールさん。
さんね。ちゃんおらんけどな。わんわんは A 番やな。はい。うるせえバカ、うるさいバカは、うるさいバカ。黙れ黙れ。店内鍵閉められた。アイコがわざと鍵閉めた。誰か開けてくれへん。うん。ワンワンと二人はきつい。うん、あの寒いから開けたって。あのワンワンも何あの外おるから開けたって。サブよ、ほんま。ちょ、鍵閉まってるからさ、開けてって言ってくれへん、誰か店内の人に。ああ、あの愛国そばば、ほんま、ふざけんなよ。あいつのせいで私、気づかずこんなことまずしてもらって、うん。開けて、お店入られへん。愛子が鍵閉めた。まだ開かへん、鍵。開けて。あ、アイコ TikTok か。お、タバコ打ちに行ったろ。逆や。タクマ開けて。あ、ありがとう。アイコを閉めた。アイコが閉めてん。うん。食べんなよ。ちょっとあれするわ。アイコの TikTok にタバコ加えて映りに行くわ。やめろよ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 。クワッチなんだ。危なかったぜ。やべえよ。やべえよ。タバコとチンチン連発しまくったと。あー疲れた。あります。疲れた。あーガチのバンチャレやな。え、どう？アイコの TikTok 行けた？アカウント規制取ったか？こっち見やびこおるわ。
どう？なんか、あ、ダメだ。え、シキさんなんかおらんで出てないわんわんは来たわんわんはおるけど、シキさんおらんロバはずっとライン女の子とスーパースター小町スーパースターおいうわーまさやこのエリアはあれよな全然あれやけど完全に止まってるわワンワン悪そうやねゼロワンまだ来てないモンジョリは裏行ったんちゃうかな多分、うん、危ないモンジョリさんはあそこおるわおでん食べたよもう最初に食べたでカニちゃんものものしいなみんな自撮り棒持ってなまあ俺もやけどあ、ブスが来たブス。え、みやびママ？みやびママはええ番ちゃうで。ママはええ番ちゃうで。みやびさんが。みやびさんはええ番。そうそう。さっきみやびさんの。あ、そう喋りはアウトアウトすぐ外出たあ、やっとかなだってみんな外行った怖いえ、ワンワンどこにおるおらんやろなんか楽しそうやなあ、そののくん結構喋った、ま、ワンワンどこにおるどこにおるおらんやろ気のせいやろいやちょっとアイコさん違う今の違うよ違うよみんないなくなっちゃったじゃあほんまもう危ないですよ座れないですよもうやばいよやばいでしょうまい、うん、あ、やばないっすよ座られへんよもうどこ行ったんだトイレ、トイレ、みやびくん通っていかない無理っすねそうなんだよみんな見てるまさやまさや今はどちらが配信ですかまさやどちらですね僕27日バトルあるんで皆さん来てください28時からですあ、まさや俺とバトルじゃんおいお宣伝してまさや28日の8時から27日か27日の8時から僕バトルあるんでえ、誰と戦うんよいや、忘れた皆さん来てくださいぜひともぜひ、はい、よろしく、ね、山田も言ってあ俺もまさやの応援してるようんまさや応援よろしくお願いします皆さん見て男前2人これはい、ちょっとやめろってあいつやめろってほんまにもうちょあいつアホやろほんま、うん、あいつやめろほんまにもうあいつにマイク持たすなちょあいつやめてほんまやめろってうん、不安配信者多分みんな行ったわ、うん、危なあさやでマサヤンとありがとう今日はありがとうねよっしゃ俺じゃない俺あまだ、うん、まだみやびくん喋ってるわ、うん、ありがとう後半戦ねあこあグミさん全然大丈夫なんやあいつマイク持たすなあ、西川あるよあるあるみやびくん結構喋ったまたダメ映せない映せない、うん、ありがとうね見守ってくれてありがとうサバリーがね
いやー、どうやろうな。え、お近くいんのかな。え、リスナーさんが迎えに来るの。え、トモちゃんは俺かんないよ、ね、やめなさいよ、歩くタバコ怖いでしょ。やめなさいよ、それちょっと、痛い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 。いや、キスじゃない、キスやろ。トマチ、キスやって、それは。もうキスしかないよ。やれって、やっとけよ。お茶なく飛んだらやろうか。ベロかまして。ダメよ。そうやって、キスやって。それしかないよ。始まるで、これ。では、ゆりと。やかんわ。
ではですね、こちら、なんと、はい、ミイラ君からの、はい、ミイラ君、はい、ひでママへ、じゃあ皆さん行きましょうか。ちょっと、俺運転やから飲まれへんねん。うん、そうそう。ふわふわしました。はい、こちらふわふわ始めましょうね。みんなくん、みんなの前に。前にさ、おらんな。来たな、ポルポン。猫で結構攻めてんな。いろんなさ、でか。あ、ポルポンってあれなんや、人ママと関わりないんや。いや、知らん、シビさんも来るかな。来るのかな。絡みあるよ、あるよ。いろんなさん結構ある。俺コーラ飲みたいわ、コーラもらいに行くか。何をしてるの？ああ、はい、今ヒデ兄さん、待ってね。ありがとうございます。はい、失敗でした。ヒデ兄の彼女が欲しいの。彼女はあなた欲しい。千人ぐらい。彼女が欲しい。助かおうて。いやいやいや、どういう女性がいい？ヒデママがお姉様。はい、はい、どうぞどうぞ。ワンワンとかよろしくお願いします。ワンワンワン、なんでお似合ってください。あの子は静香ちゃんです。ソファーでメイクアップを見たいとかで。どこや、静香ちゃん違う。どこやコーラもらいに行こう。いい子ですよね。そうそうそう、コーラや。あ、すみません、コーラください。あ、いいよ、一回も来てない。一回も来てないよ。なんか落とされるようなことしてないもん。あいこがさ、うん、あ、いや、来てもあれ、うまいことしてる。うん、ずっとこうですか。ずっとこうやね。あ、一回切ったけどこうやね。すいません、ありがとうございます。いや、相方じゃん、相方じゃん。何を言ってんの。たくまも金が支える。入らん。金松ってさ、うん、変な人多くない？多いよ。ちょっとグループもなんか障害出ないと思ったよね。ああ、頑張る。あれ、わたきんゆくりゆめやな。わたきんおるか。わたきんおるやん。嘘でしょ。おったわ。え、なんで隅っこの方におるん。はい、変わったからよ。なんでそんな喋り方してるの。ヒデママに、ヒデママに届けるか。あ、そういうことです。いや、分からなかった。あと1個言うでしょ。あ、うん。ヒデママのやつやな。うん、そういうことらしいわ。そういうことらしい。畑が本当に臭いの。
あ、臭い。本当に臭いの。マジ臭い。多分服やばかったね。部屋まで着くの。マジで。ちゃうで、脇に寄ってる。脇に寄ってる。いや、脇に寄ってみて。一回に寄ってみて。一回に寄ってみて。ちゃんと寄ってみて。ちゃんと。あ、ほんま。今日まだ臭ないわ。うん。今日まだ臭くない。今日臭くなかったわ。この後なんかあるの？あ、ないや。え、ジョリーズでまたなんかやるの？あ、今日は俺はもう解散だ、ジョリーズ。あ、なんや、決めたんか。3人は最初まで飲み行くから。え、最近コラちゃんは？コラちゃん。あ、やってない。はい、本日は盛り上がっていることを大変失礼いたします。ミュージックレストラン、本日、こちら、ヒデモンが足を迎えてご来店の方にありがとうございます。なんとこちらヒデモンを夏に忍んで献杯とこの帝国に飛んでいけということで、こちらなんとなんとなんとこの週からオリジナル車体でした。よっしゃー。この地はね、九州で日の丸と明るくあるということでね、今天国にいる日の丸、一言コメントの方、一言お願いします。あの祭り楽しかったです。食べられそうにできませんでした。あ、ボルペンってやるの。どこだ、どこだ。ということでね、コマチくんとコマチくん自身の様々オリジナルシャンパン一本いただきました。こちら県会で上げさせていただきましょう。いや、座って座って、ポルポン。あ、いいっしょ。あ、座って座って、ポルポン。ポルポン座って、ポルポン座って。ではこちら座ってよ、ポルポン。何の圧があって。さあさあ、ビビー、一緒よいしょ。あまちまり聞きたいよね。ふじみちゃん行ってみる。ふじみちゃん行ってみようか。お久しぶりです、藤見さん。ご挨拶だけ。はい、ということで、ごまちゃんの芝居ということで、ね、そして、ヨギママ。ヨギママ、ジョルペン、ヨギママ。はい、コマイ君、はい、来ました。コマイ君からは、はい。ご挨拶からですね。はい、こちら。業務連絡、業務連絡、業務連絡、業務連絡。Yeah, yeah, yeah.
ツイキャスツイキャスフレッチ、この配信会を、配信閲覧の YouTube で沸かして、ギャンブルよりも沸かしてなんとこちら公園君から聞いてもらいおうちの紹介でした。よいしょよいしょよいしょ。小前君ナイス。小前君これで、あ、でもこれやられて全然もう大丈夫ですか。やばいけどね。はい、では、小前君の方からおじいちゃんの方、俺がマイク取り上げるか。おかしいだろうが。俺がマイク取り上げるか。小前くんありがとう。俺がマイク取り上げようか。いや、その時も、その時は、どうしましょう、どうぞ。そう、どうぞ。お前とも、どうぞ。
今日はこうやって出会っていただいて声かけていただいてありがとうございます。暇なの？うん、暇。これからも何かでよろしくお願いします。そしてね、あまり入ったらね、そういう派手なことは嫌いになってるので、ゆうままの方がね、一言を言えままに、ちょっと一言伝えたいということでお願いします。お召し上がり、シャンパンコールのメッセージですね、お召し上がりいただきましたので、こちらね、ちょうどね、ママがね、映ってるところで、この余裕ママね、僕も交流がありまして、本当に余裕ママとね、仲良くさせていただいて、そして、ね、今日ね、この記念の余裕ママの、ね、写真のある、おじちゃんの方をお出しいただいて、私たちつながったなって感じで、ありがとうございました。あるいは、どこ行ってもおる、エヴァンの人。どこ行ってもおる。やっとここ来れた。もらっていいですか？いいですか？ごめんなさい。ちょっと多めにもらうわ。え、しきちゃん見えへんけどな、おらんけどな。はいよ。ステッカーください。なんで？ステッカー。ステッカーないね、今。なんで？ないね、持ってきてないし、作ってないね、まだ。あったらあげないけど。ちなみにしきちゃんおらへんの？
何ブルーオープンでどうしたの。もらえますか。ママコーラもらえますか。コーラもらってすみません。でも今の俺があんのってさ、まあ、割とガチでこの人のおかげやからな。ああこの人きっかけやからな、言うてもな。あ、せやで。この人がさ、藤沢奈々の家にウォシュレット持ってこいって、トス出したとこから始まったやつ。そっからな、結構さ、ことあるごとにさ、奈々の家おったら山田山田言うて呼んでくれて、ああ、そうやで。あ、そうやで、あれ読んだん、見てままやで。せやな。ああ、そうそう、だから。最後、もう一回ぐらい吸っとけ。最後もう一回ぐらいしとけ。いやまあいろいろまさぐられはしたけどな。ああしとけ最後。ああ最後しとけ。ああ
がとうございます。乾杯や。飲むか。おい、飲むか。コーラやけど。あー、こぼれた、こぼれた。まあいいか。こぼれた。かかってもうた。まあいいか。いや、ええよ。ええ。飲んどるわ。この時まだ超えてんな、うん、最後もっと痩せてたよな。生で触ってんのそれ。当たり前よ。やばいやん。スケベゴリラ。スケベゴリラ。ひでまま忍ぶどころか、股間に手忍ばしとるわ。私のダメ。あんた、レズビアンなっちゃうから。股間に手忍ばしとるわ。これ匂うかと思った。ダメやな。なんか映像映らへんらしい。テレビ繋がらへんらしいわ。何の匂いこれ。何の匂い。酔っ払ってるついでに、どさくさ。ボルポ座れ座れボルポ座れ座れボルポ
ひでママとの思い出は何かあんの？思い出ですか？僕はまあ少ししかないですけど、僕はなんか奈々ちゃんと付き合った時に、コメント欄で言い合いになったりとか、まあ、あと何ですかね、カマクリで、まあ、その絡んだりとか、新年会で、とかそれぐらいしかないんですけどね。ひでママに一言ある？あ、そうです。ひでさんが別に何て言ったらいいんだろう。これはアングル的にどうしたらいいんだろう。青カメラでいいんだろう。ひでママさん、一言。ひでママさん来ました。覚えてくれてるかわかんないんですけど、僕が一人で、配信することが多いんですけど、さっきからこの人何やってんの？おい、続けて、一人で配信することが多いんですけど、他の人たちとつるまずに、正直頑張ってるコルボンはって言ってくれて、めちゃめちゃ感動しました。マジで、いい思い出しかないんですよ。ドン、シャキーン。おおおおお、ありがとう、ありがとう、ポルポン。これでいい、ポルポン、ありがとう。うん、いいよ、すごいよ。なんかむちゃくちゃしてんで、向こうは。いやでもあれやん、好きやったからさ、カキ好きやったからさ、もう持ってきたら多分炎上するからさ、カキ好きやったから。新鮮な画像やからな、食べても腹壊さんわ。新鮮な画像やから大丈夫や、な、新鮮な画像やから、そう、今やったら好きなだけ食えるわ。現物は持ってきたられへんかったけど、さすがに炎上するから。新鮮な画像やから、大丈夫や。すごいよ、この、いや、これ、この組み合わせなかなかない、やめてない。ああ、面白かった。よいしょ、よいしょ。あ、出てきた、危ない。ああ、うつうつ。はい、冗談です。あ、はい。いや、冗談。あ、いえ、そんなことないです。ええ、危ない。おお、びっくりした。21。
違う俺じゃないよ。あー、すっきりした。あー、すっきりした。帰りなさい。さあな、今の笑ってくれてるよな、多分、うん、しきちゃん来てないよ。生前どんなエピソードがあったの？よく知れないやつ、ゆいちゃんからいつもいつもお伺いして、すごい言われてて、ゆいちゃんからもういらないからアイテム投げないのに、ゆいちゃんはアイテム投げるの？俺には？ゆいちゃんね、約束な。あ、そうなんや、気にしてんの。かわいいって言うのね。いや、今のひでママ笑ってたやろな、たぶん今の笑ってくれたやろな。嬉しいわ、ありがとう。なんで笑ってんの？
もどうしたの？暇じゃないよ。やっぱひねママを忍ぶ会やから、うん、それは。俺はだってママの忍ぶ会はもっと騒がなくて、騒いで。あ、そうなの？いろんなさ、なんかうまそうなもん食ってんな。食べればいいじゃん。なんなんそれ？これエビチリとかよ。あ、そういうの出んねや。食べるの？あ、食べへん。もうお腹いっぱいよ。お腹いっぱいなの？うん、お腹いっぱい。疲れたの？もう食べてきた、食べてきた。疲れたんでしょ。いや、疲れてはないよ。まだこれからよ。これからなの？これからよ。今日はこれから？俺の夜はこれからよ。うん、どうなるの今日は？今日はもうホテルでバタンキューよね。あ、ホテル行くの？あ、もうホテル行く。一人で？うん、一人で。誰もいないの？誰もいないよ。うん。あ、そう。寂しいんじゃない一人は？いや、一人寂しくないよ、別に。ねえ。うん。アイコは？アイコさんは無理やな、エヴァやから、うん、アイコちゃんと一緒にいればいいじゃん。嫌やわ。なんで？だってあれやもん、何エヴァやもん。ツイキャスればいいじゃん。いやー、ツイキャスやってもな、うん、待って、トラキ君がさ、うん、ずっと言ってるって。ずっとやろ。本当？小町、ずっと？どこにおんの？生意気やな。トマスの人どこおんの？トマス。あ、おるわ。あ、おるわ。なんかまた変なことやってんねん、これ。またキングはサムネ利用してるぞ。七夜のこと。あ、すごいな。え、アイコ金持ってへんねんて。おい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 、おらほんま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 、マジでよ、危ないわこいつ。ほんまいや、母さん、さ、十分忍んだせえか、ええわ、十分忍んだな、うん、行こうか。どんなさ、足打とう。小前くんも小町くんももう出たんちゃう、多分。せやな、忍んだな。そろそろ行こうかなと思ってる。なんで？え、もうあれちゃうの？終わりかけちゃうの？全然。な、何時まで？もうええやろ。うん、ええな。え、今陽気さん向かってる。あ、おろ。ほんまに？向かってスライド映らへんねんて、テレビ。テレビがな、映らへんなし。あ、俺スキちゃん来んねんて、おろ。え、ほんまに来んの？ワンワンおったよ。よいしょ。もう疲れたわ、中。うん、疲れた。あ。で、デイ君。ああ、いや、デイ君シギちゃん狂っても。あ、マジで。うん、エヴァやで。またエヴァやで。エヴァやで。ああ、エヴァやで。さっきのミヤビ君やで。俺ちゃうで。知ってる。ああ、ちゃうで。悪いよな、話しかったらもう。だから鏡ないんだよ。あ、ないんや。初めてやろ、あの反射かぶれ。めちゃくちゃ言うやん。めちゃくちゃ言うやん。あの反射かぶれ。反射かぶれって。よいしょ。え、どこ情報？ヨンキちゃん来るって。車で向かってる。
へぇ、去年も来てたからね。うん、えっ、お前くって秀山って仲悪かったよ。え、仲いいよ、めっちゃめっちゃ仲いいよ。マジ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 、うん、仲悪かった気がするけど。あ、ない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 、ほんまに。あ、うん、なんか秀山めっちゃ悪口言ってた気がする。あ、まあプロレスはようしたけどな。うん、ようしたけど。やっぱり、うん、よくやったけど。え、しきちゃん配信してない。しき部下連れて向かってる。どっち？やっとく。いや、ヨンキちゃん。どっちやねんやろな。TikTokしてない。行けへんのんちゃん。去年はやっつくんできたよ。うん。あの、何か葬式。ああ。で、祭壇映しまくってたよな。ああ、みんなよかったら、山田さんにあの、有料アイテムください。有料アイテム。有料アイテムください。よかったら、無料アイテムとかいりません。有料アイテム。有料アイテムください。有料アイテムください。はい。無料アイテムなんかいりません。無料アイテム。焼け石に水です。やっぱ、秘訣なんだ。え？やっぱ大事なんですか？あ、いやいや、そんなことないよ。絶対間違えてると思う。うん、絶対間違えてる。ちょっと今度作ってみるわ。ああ、いいよいいよ、全然。有力だから。ああ、寒い。すごいもんな、山田君ね。うん。しきちゃんの事務所の人って何？なんか来るらしいわ。また A 番社やな。4人目やな。うん。ワンワンといい、みやびくんといい、あいこといい、ほんま。今3人しかいない。ああ、うん。え、ちゃうで、A 番な。で、しきちゃん来たら4人目やん、A 番車。あー、サブ事務所の人って誰？あー、そう、全然分からへん。おまかそれ。部下連れてくんの。え、今だけ今規制かかってる。あー、サムネ規制な。みやびくんサムネで行ったから。え、どういうこと？え、だからみやび山田くんが撮ったの。あー、そうそうそう。みやびくん脅されて。やばいやん。マジで？うん、マジマジサムネ規制今。いやレイ君にも無料流したって、うん、言ってあげて。いや、有料しかいりませんよ。うん、俺は有料しかいらんけど、うん、言ってあげて。有料しかいりませんので。うん、俺は有料しかいらんやん。あ、ドクリンゴ4個倒しましょう。オッケー、いいよ。そうそうそう、ローの人いいよ。続けていこう、その習慣。え、嘘ハトなんそれ。しきちゃんの事務所の人がどうのこうの。え、どうしてくんの。いや、あ、谷内優子って事務所の子らしい。あ、マジで向かってんねや。どのぐらいで来んの。何分で着く。早瀬が終わってまうで。いつまで言うか。うん、まあ、絶対8時で終わらんけど。ありがとう、ありがとうございます。しきちゃん、ゆうこさんと来る。どの辺走ってんの今。ああ、そやな、その人来てもあんま関係ないな。うん、まあええやん、関係ない人も結構。今日帰る。今日はまだ帰らん。帰れ、うん、いつ帰る。火曜日か水曜日か、長くても木曜日。うん、すげえな。え、なんでそんな元気なの。どうやったけど。ああ、それはやっぱ運行グリやからさ。すごいなと思う、ほんまに。やるしかないよ。だってわざわざ大阪東京に。ああ、出張。しんどくない。しんどいよ、毎日毎日。放送時間も長いしさ。で、運転しながらずっとやってるから。そう、もうやめたい。やばいよ。いや、やめたい。ちょっともうやめたい、ほんま。やめたい。楽しいで。すごいよね。1ヶ月ぐらい休みたい。1ヶ月。でも、1ヶ月休んでも大丈夫ですか。いや、無理やろ。オワコンやで1ヶ月休んだら。ああ、そっか。ああ、うん。モンジョリ、いや俺止まらん、俺もういかん、7屋のとこ。え、なんかいいとこ止まってなかった。いや、いいとこじゃない、あれ8000円ぐらいやで。マジで、なんかすあー、おう、8200。あ、そんなもんだよ。あ、そうそう、安いとこいつも探すね。おう、あれラブホやで。あ、ラブホ。あ、そうなの。ラブホ、ラブホ8000円だよ。あ、そう、しかもこの週末に。あ、全然いい。安いな。安い。そうやね。寒い。え、中入っていいで。いや、入らへん。ああ、疲れた。え、しきちゃん来んねやったらおるけど、もう来へんやったら帰るけどな。来んのかな。向かってる。どのぐらいで来れんの。
そうやな、ズボン、コロナの時来てほしいな。確かにね。来るよ、来ないよ、どっちか。来るよ、来ないよ。わからん、こっちや。あ、一人やつ、ずっと誰か。え、あれみんなのやつや。あ、みんなのやつか。最後行こうよ。あ、最後や、ラストや。歌おう。あ、キレポンさん、大ストッケーよ。終わった終わっただよ。え、一人じゃない終わった。終わった、終わっちゃったよ。嘘でしょ。遅いよ。いや、終わった、言ってよ。また私に行くわ。A 版のしきちゃんもうちょっとで着くって言ってるさ。あ、了解です、はい、ありがとうございます。あれさっき本当に山田さん、あ、違う違う違う、あれ宮部くんです、宮部くんです。あ、やったの宮部さん。はい、もう、あの反射かぶれ人になすくりつけるの得意なんで。やだ、さっき
タバコとバンコクやったわ。ああ、それでいい、それでいい。ああ、でこうね。復習しましょう、後で。うん、あの、発車かぶれ。うん。ねえ、しれっとお尻触るな。しれっとお尻触るな。うん、スケベ、スケベイス。しれっとお尻触るな。山田君やらせてくれそうじゃん。やらせへんわ、ほか。やらせてくれそうなの？やらせる、やらせるか。やらせへんわ。触ってないわ、触ってないわ。嘘つくな。結構長い時間触ってた。嘘つくな、それ反対やろ。よう言うわ。リバーシブル。おお、ゾロゾロ出てきた、ゾロゾロ出てきた。でこね、その格好寒ないん。ちょっとね、寒い。絶対寒いやろ。うん、愛子ちゃんのカラオケ日なんかに、うん、あのクソババアほんま、あのクソババア一回切ったってんけどな、あのわ切ったって、うん、あ、おエゾ中傷したって、おい、さっき、はい、痛い、痛い、え、さっき俺のカメラ持って違う、あれ宮部くんがやれってうるさいね、おい、マジやで、さっきからもうみ、え、こよくどっちで、そうそうそう、さっきみやびくんがもうしつこいねほんま、やれやれって、私もさっき映り込んできたの、山田さんのせいにしてたの、そうだ、あいつ全部俺のせいにすんねん、あのミラビ、やれも、うん、山田の場合は携帯をこうやってやって、違う、やれってうるさいね、壊れた、壊れた、壊れた、え、壊れた、壊れた、マジマジ、うるせえ、どこ、マジマジ、割れて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 、山田さんが割ったの、山田が割ったの、ほんまに言ってる、ガチガチ、え、ガチで言ってる、あれで携帯落ちて割れたもん、ほんまに言ってる、ほんまや、俺弁償するわ、ほんまよ、あ、じゃ弁償するわ、え、ガチそれ、ガチ落ちてなかったけど、マジ落ちてた、え、ちょちょちょ、口元で笑ってる、ま、ま、ま、弁償するわ、弁償するわ、俺ホワイトボードやってんだよ、嘘つくわけないじゃん、俺嘘ついてない、見たことあるよ、ない、ないだろ、あ、ガチ落ちたの携帯、携帯が落ちた、落ちたよ、俺弁償するわ、もう、もう、今、今弁償するわ、ほんまや、い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 い弁償するわ、いや、いや、弁償するわ、弁償するわ、じゃあほんまに弁償する、ごめん、ごめん、ごめん、どっち、嘘、じゃあほんまやったら弁償してない、やばい、嘘じゃない、じゃあ弁償する、嘘って言ったら炎上する、嘘って言ったら炎上するの、俺嘘ついたら炎上するんだよ、え、だってあれやん、あの、何、サちゃんとかとセックスしてたもん、全部黙ってたやん、嘘ついてた、え、じゃ弁償するわ、弁償するわ、弁償するわ、あ、弁償するわ、なんでやねん、弁償するわ、弁償するわ、おい、弁償するわ、今のが名誉毀損だ、おめ、今ので俺の収入が下がったと思って、え、じゃほんまに落としたん、ガチか、俺焦ったわ、マジで壊したんか思った、あ、よかったよかった、うん、びっくりした、ほんまに落ちたんかな思って、そうそう、落ちたよ、ワッチが燃えてね、わ、割れてるだろう、言いがかりやんけ、ほんじゃ、やばいやんけ、いや、普段、普段言いがかりみたいな配信ずっとやってんだろ、信じたやん、俺、なんかマジであかんことやってもうと思って勘弁してよ、マジで、マジであかんことをずっとやってるからね、別に携帯落とすよりも、あ、そう、ダメだよ、あ、携帯より人のこと落としてる、そう、そうだよ、あ、そう、人のこと落とす方が重大だからね、あ、すいませんでした、そうだよ、10万円なんて簡単に取り戻せんだから、あ、マジで、そらそうだよ、すげえな、おめえにイメージ落とされたから、そんなに違い落ちてねえよ、僕がイメージ落としたんじゃなくて、それはイギリストさんですよね、確かに、まあ、そう、そこに乗っかってんだろうが、お前もよ、じゃあ俺騒いだだけやんか、いや違う、その時は仲良くしてバンジーとか一緒に飛んでました、俺知ってます、え、俺なんか、俺バンジーなんか行ってないで、バンジーなんか行ったことないで、はい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 、この人都合のいい時だけイギリストと絡んでイギリスト最強みたいな感じでマンジマンジみたいな感じやってて、やってません、やってます、やってました、やってましたよね、皆さんね、やってません、やってました、やってません、うざい声じゃねえんだよ、お前山田のリスナー頭悪いんだよ、かかってこいよ、だいぶエンジンかかってる、かかってこいよ、山田、ちょっとばっかりやったよ、お前ちょっと待って、ちょっと待って、そんな感じだったっけ、あ、ほんまに頭悪いんだよ、本当にはお前普通に見てみろよ、性格悪くて顔悪い、性格悪くて顔がいい、いや顔どっちがいいか、いやいや、顔お前がブスだろ、お前のブスだろ、お前のブスだろ、どう考えてお前のブスだろ、顔ブスやで、どう考えてブスだろ、なんなんそのイケメンキャラ、顔ちゃんとブスやで、キャラだろ、あ、そうか、キャラだ、あ、イケメンキャラみたいな、キャラっていうかもう顔はしっかりブスやで、存在がかっこいいだろ、ほんまにそう言われると自信なくなってくる、内緒も買ってるけどな、そう言われると自信なくなってくる、ああそう、そんな曇りなき眼で言われたら、ああ顔は俺買ってるけどな、そんなに望みない、まあ、まあ、100対72ぐらいかな、で 100で俺が買ってるよねって言われると確かにそんな気もしてくる、いやな、答え出てるじゃん、
そうかもしれない。まあやろう。そうじゃんな。え、今日のあでもさ、そうだ、イケメン対決使ったから。あ、せやな。何点やったっけ？15,000でしょ。いや2万ちょっと。2万いってないよ。いってたって。いってない。15,000。いやバトルポイント覚えてるから。俺5万。うん。俺2万ちょっと。5万。うん。何倍？じゃあでもあれはワタキンっていうブスが映ってたから。違う俺だってワタキンのバトルの後だもん。ワタキンのバトルの後で5万、うん、お前は、うん、え、ワタキンのバトルはちなみに何本いったん？何万か、何万かいった。ああ、そうな。何万？何万？もう2万ちょっと。おー、うん、そういうことも、うん、まあイケメンバトルだからね。まあそうやな。うん、まあそれはもう一旦負けでよ。まあ、えんちゃう、うん、えんちゃう、まあ、いいよ、一旦負けでよ。戻りな、うん。いや、じゃあ愛子さんうるさいのと、あとそれはそう、それはそう、怖い、しきさん、しきさんがもう来るって言ってるから。あ、しきさんも来るんだ。うん、挨拶しよう思って。宮城さんってマジでわざとなんだ。あれわざと。うん。お、カマゴリラ出てきた。あ、お見送りか。こっち歩いてる。なんかキャラ変してたな、小よくん。無理して無理してキャラ変してたな。え、お店何時まで？わかんない。わからんの？そうな、コヨくんキャラ変してたな、うん、あ、もう着きそう。あ、ヨギママさん、うん、どうも。今も山田。はい。誰か来んの？え？誰か来んの？シキさんが来るってもうめっちゃ笑ってるやん。はい、カシンさん、ありがとうございます。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 こういう話。これもタイトル気にしなくていいです。タイトルは気にしなくていい。まだ？そうでしょ。痛くなっちゃう。アウター欲しいな、アウター。大丈夫じゃん。仕事。スーが。あともずるいわね、彼女じゃないか。久しぶり。ごめんね、なんかさ、俺の女子が好きやんよ。ここまで聞いたと思う。ああ、悪気はないです。悪気はないです。そしたら、ナナちゃんの方から口説いてきたの。来たよ。あ、ジョリーズ再開や、これ。あっちから来ました。ジョリーズ再開してるわ。俺怒ったら、何でもやりますって言ったらしいじゃんって言ったら、違うって。コヨ君の私は間違ってはない。今日やるの？今日コマチ君とコマイ君。そうって聞いたの、そう。それを聞いたら邪魔したいけど。コヨ君。姉さん。何？コヨ君。もうエッチな男を早くして。姉さん、あ、もう少しでシキさん着く。よし、売名させてもらうぞ。うん、どういうこと？たまた？だって、ここがつくぞ、ここがつくぞ。あげる。あげないでよ。何あげないでよって、私のことが聞いた。来た。大丈夫だった。
かんわ、もうみやびくん歌ってるし、もうあかんわ。みやびくん歌ってる、あいこさん大騒ぎ、しぎちゃんハイテンション、もう中入られへんわ、うん、平和なの、うん、中無理やるわ、終わったな、だよ、捨てなさいよな、ほんとシブトラミンチャレンジ行く、シブトラミンチャレンジ、しぎちゃん写真撮る、の枠でニコってしたのバレた、うん、TikTok 行くか、その方が動きやすいもんな、よし TikTok 行くぞ、 TikTok 行くぞ、うん、TikTok 行くわ、はい、外部行きます、もう多分やばい、うん。